ネアンデルタール人は約4万年前までユーラシアに住んでいた旧人類の絶滅種または亜種である。彼らは大規模な気候変動病気またはこれらの要因の組み合わせによって絶滅した可能性が高い。彼らは完全にヨーロッパの初期の原生人類にとって変わられた。ネアンデルタール人がいつ現世人類から分裂したのかは明らかではないが、 研究では31万5千年前から80万年以上前までの様々な感覚が示されている。また、ネアンデルタール人がその祖先であるほぼ、ハイデルベルゲンシスから分岐した時期も明らかになっていない。最古のネアンデルタール人の可能性のある骨は43万年前のものであるが、その分類はまだ不明である。ネアンデルタール人は多数の化石から、 特に13万年前以降のものが知られている。ネアンデルタール1のタイプ標本は1856年に現在のドイツのネアンデイルダニで発見された。ネアンデルタール人は原始的で愚かで残忍な存在であると20世紀初頭の大部分を研究者たちは論じてきた。ネアンデルタール人に関する知識や認識はそれ以降科学者の間では大きく変化しているが、 進化していない、原始人の原型のイメージは、大衆文化の中で根強いものとなっている。ネアンデルタール人の技術は、非常に洗練されていたと考えられている。その中には、ムスティー文化の石器産業や、火を起こしたり、洞窟の露床を作ったり、カンバ樹皮のタールの接着剤を作ったり、毛布やポンチョに似た簡単な衣服を作ったり、旗織りをしたり、地中海を航海したり、 薬草を利用したり、重症の治療をしたり、食べ物を保存したり、ロースト、煮沸、燻製などの様々な調理技術を利用したりする能力が含まれている。ネアンデルタール人は、オモニアリヒズメ哺乳類を中心に、その他の巨大動物、植物小型哺乳類、鳥類、水生、海洋資源など、多種多様な食料を利用していた。彼らは、 頂天捕食者であった可能性が高いが、それでも、ホラーナグマや、ホラーアナライオン、ホラーアナハイエナなどの大型捕食者と競合していた。鳥の骨や貝殻から作られた可能性のある、装飾品、結晶や化石を含む珍しいオブジェクトのコレクション、彫刻、ディビジェベーブのフルートによって示された楽曲の作曲、65000年以前に、遡るスペインの洞窟画などの表彰的思考や、 旧石器時代の工芸の多くの例は決定的ではないがネアンデルタール人に起因すると結論付けられている。宗教的な信念についてもいくつかの主張が行われている。ネアンデルタール人の言語の複雑さは不明であるが、おそらく明瞭に話すことができる可能性があった。現世人類に比べてネアンデルタール人はより頑丈な体格で手足は比例して短くなっていた。 研究者たちは、これらの特徴を寒冷地で熱を保つための適応だと説明することが多いが、ネアンデルタール人がしばしば生息していたより暖かく、森林に覆われた風景の中での全力疾走のための適応だったのかもしれない。それにもかかわらず、彼らは特別な体脂肪の貯蔵や暖かい空気に対する花の肥大化など、寒冷地特有の適応を持っていた。 ネアンデルタール人の平均的な男性の身長は 165cm、女性の身長は 153cm で、産業革命以前の原生人類に似ている。ネアンデルタール人の男性と女性の脳の平均は、それぞれ約1600立方センチメートルと1300立方センチメートルで、これは原生人類の値の範囲内である。 ネアンデルタール人の総人口は少ないままで弱毒な遺伝子を増殖させ効果的な長距離ネットワークを形成することができなかった。それにもかかわらず地域文化の証拠がありそれによって共同体間の定期的なコミュニケーションが行われていた。ネアンデルタール人は洞窟を頻繁に訪れ季節ごとに洞窟の間を移動していたのかもしれない。ネアンデルタール人は 外傷率の高いストレスの多い環境で生活しており、約80%が40歳前に死亡している。2010年のネアンデルタール人ゲノムプロジェクトの報告書草案では、ネアンデルタール人と現生人類との交配の証拠が提示された。おそらく316から219000年前に発生したと思われるが、10万年前に発生した。 可能性が高く、6万5000年前以降に、再び発生した可能性が高い。また、ネアンデルタール人は、シベリアの別の個人グループである、デニソワ人とも交配していたようである。ユーラシア人、オーストラロイド人、ネイティブアメリカン、北、アフリカ人のゲノムの約1から4%は、ネアンデルタール人の遺伝子であり、サハライナンのアフリカの住民は、 ネアンデルタール人の遺伝子を持っていないか、あるいはおそらく約0.3%のネアンデルタール人の遺伝子を持っている。全体では、はっきりとネアンデルタール人の遺伝子の約20%が、今日でも生き残っている。ネアンデルタール人から受け継いだ遺伝子の多くは有害なものであり、淘汰されたのかもしれないが、ネアンデルタール人の遺伝子入は、現代の人の免疫系に影響を与え他の、 いくつかの生物学的機能や構造にも関与しているように見えるが、その大部分は非高度 DNA と見られている。発見当初からの指示され続ける学名は、ホモネアンデルターレンシスであり、日本語ではその音社系であるホモネアンデルターレンシスが標準和名、ネアンデルタール人にははるかに及ばないとはいえ、比較的広く通用している。属レベルで同じとはいえ、 原生人類そのものを指す、あるいは原生人類が属する最小分類群である、ホモサピエンスとは、サイのかなり大きい種とみなされていた。ところが研究が進むとサイより共通性の方が、より多く認められることとなり、この化石人類と原生人類は、アシュレベルでサイがあるに過ぎないとの見解が登場し、この考え方を反映して想定された、学名的名称として、 ホモサピエンス・ネアンデルターレンシスが現れた。ただし、異論も多い。本校では、学名をめぐる、この問題を回避できることもあり、基本的には、標準和名、ネアンデルタール人を用いる。ネアンデルタール人は、代表的、旧人と呼称されることもある。学術用語としては、ビルム表記の初期に限って、ヨーロッパ大陸に生活していた旧人を指して、古典的ネアンデルタール。 または、ネアンデルタール人類という細分化した名称で呼び分けることがある。一般に広く、ネアンデルタール人の名で解説されるグループは、この範疇にある。他方、それより、以前の人類については、早期、ネアンデルタール、または、プレネアンデルタール人類の名で総称されることがある。さらには、ヨーロッパ大陸以外の求人を指す用語として、ネアンデルターロイドがある。 命名の経緯はどうであれ、これらの名称、早期ネアンデルタール、プレネアンデルタール人類、ネアンデルターロイドは、進化段階を基準とした用語であり、生物学的単一種を意味しない。進化説も参照のこと。原生人類の誕生は約28万年前であるが、原生人類の直接の祖先のうち、25万年前以上前に活動、生息していた。 人類祖先も、求人段階にあったと考えられるため、ネアンデルタール人だけが、求人に該当するわけではない。ホモヘルメー、ホモローデシエンシス、そして、ホモサピエンスイダルト発生以前の、古代型サピエンスも、求人段階に該当する人類であると考えられる。また、広範な地域に分布していた、ネアンデルタール人は、個々の集団レベルで分布していたそれぞれの発見地の、 名前を冠した名称で呼ばれている。いくつか例を挙げるならば、典型的ネアンデルタール人といえるベルギー出土のスピー人をはじめ、フランス中部出土のラ・シャペルオサン人、クロアチア出土のクラピナ人、イラク出土のシャニダール人、イスラエル出土のアムット人などが有名である。かつてネアンデルタール人を原生人類の祖先とする説があった。しかし、 遺骨から得られたミトコンドリア DNA の解析結果に基づき、現在ではネアンデルタール人は我々の直系先祖ではなく別系統の人類であるとする見方が有力である。両者の遺伝子祭は他の動物種ならば別種と認定されるレベルであり、ネアンデルタール人とホモサピエンスは根結できなかったとする考え方が有力であった。しかし、2010年5月7日の サイエンスに我々現生人類のゲノムにネアンデルタール人の遺伝子が数パーセント混入しているとの説が発表された。シベリアのアルタイ地方で発見されたデニソワ人はネアンデルタール人の兄弟種である可能性が高い。ただし、統計的分析ではゲノムの変化が大きすぎるため未だゲノムが解析できていない。 初期人類とネアンデルタール人の根血によって生まれたのではないかということで独立の種としてみなせないのではという議論もある。なお、同時代に生存していたインドネシアのフローレス島で発見されたフローレス人はホモエレクトスである可能性が高い。サピエンス種とネアンデルタール人は進化において同じ系統群に属している。戦術した通りネアンデルタール人を サピエンス種からの派生種とみなすのが世界の定説であるが一方でネアンデルタール人をサピエンス種の一足とみなす考え方が一部にはあるこのクレードホモサピエンスにおける進化と絶滅の経緯は次の通りである約16万年前の更新よ東アフリカにて基地で最初のサピエンス種と考えられるホモサピエンスアイダルトゥが誕生するこの種から約40万年前に ネアンデルタール人が分岐した。約16万年前に出現した種から約40万年前に出現した種が分岐したというのは矛盾であるが、ネアンデルタール人を生んだのは HS アイダル2の祖先ということかもしれない。ネアンデルタール人を派生種とみなす場合、その学名は、ホモネアンデルターレンシスである。一方で、サピエンス種の一足とみなす場合には、その学名は、 ホモサピエンスネアンデルター・レンーシスである。約50、約40万年前になると、HS アイダルトゥから1足ホモサピエンスアルタイが分岐した。そして、約28万年前になると、HS アイダルトゥから、ついに、ホモサピエンスサピエンスが1足として分岐した。その後、HS アルタイの生存は確認できず、HS アイダルトゥも10万年前までに姿を消した。 ネアンデルタール人は、約二万数千年前まで生き延びていたが、結局は絶滅し、その結果、サピエンス種の系統群は最後に現れた。H.S. サピエンスという一足種だけが生き残った。なお、サピエンス種が一足種のみとなった後も、サピエンス種以外の人として、系統群不明の種がまだ複数存在したが、彼らも一万年前頃までには全て、絶滅してしまった。基地で最も、 遅くまで生存していたのはバカ同人で、彼らが絶滅して以降、H.S. サピエンスは人類史上唯一の生き残りとなった。ネアンデルタール人の化石が発見された地点。薄紫色の部分は氷彰に覆われていた。ネアンデルタール博物館での展示最初に発見された、ネアンデルタール人類の化石は、1829年にベルギーのアンジスで発見された子供の頭骨である。 1848年には、スペイン南端のジブラルタルからも、女性頭骨が見つかっている。しかしこれらの個人骨が発見された当時は、その正体はわからないままであった。最初に科学的研究の対象となった、ネアンデルタール人類の化石が見つかったのは1856年で、場所は、ドイツのデュッセルドルフ郊外のネアンデルダニにあった、フェルトホッファー洞窟であった。これは、 石灰岩の採掘作業中に作業員によって取り出されたもので作業員たちはクマの骨かと考えたが念のため地元のギムナジウムで教員を務めていたヨハンカール・フールロットのもとに届けられた。フールロットは母校であるボン大学で解剖学を教えていたヘルマン、シャーフハウゼンと連絡を取り共同でこの骨を研究。1857年に両者はこの骨を ケルト人以前のヨーロッパの住人のものとする研究結果を公表した217から219。ちなみに、この化石は顔面や四肢縁異部等は欠けていたが、保存状態は良好であり、低い脳頭骨や発達した眼下上流器などの原始的特徴が見て取れるものである。フールロットとシャーフハウゼンによる研究は多くの批判にさらされた。 本大学のオーギュスト・マイヤーはカルシウム不足のコサック兵の骨ではないかと主張し、病理学の世界的権威であったベルリン大学のルドルフ・ルートビヒカール・ウィルヒョウもくる山や通風にかかって変形した現世人類の老人の骨格と主張した。しかし1858年から1859年にかけてアルフレッド・ラッセル・ウォーレスとチャールズ・ダーウィンが進化論を発表すると、 問題の個人骨も進化論の視点から再検討された。1861年にはフールロットとシャーフハウゼンによる論文が英訳され、1863年にはトマス・ヘンリー・ハクスリーが実著においてこの個人骨を類人猿とホモ・サピエンスの中間に位置づける議論を行った。1864年には ゴールウェイのクイーンズカレッジで地質学を教えていたウィリアム・キングがこの個人骨にホモ・ネアンデルターレンシスの学名を与えた。1901年から1902年にかけては当時シュトラスブルク大学で教鞭をとっていたグスタフ・アルベルト・シュワルベがジャワ原人とネアンデルタール人との比較研究を行い、ネアンデルタール人をホモ・サピエンスの祖先とする論文を発表した。 218から220。20世紀前半には、ネアンデルタール人類の完全に近い骨格化石が、フランスのラ・シャペローさん、ラ・フェラシー、ラ・キーナその他ヨーロッパ各地からいくつも発見されて、彼らの形質が明らかになった。それとともに、彼らとホモ・サピエンスとの関係が議論されるようになった。ラ・シャペローさん出土の完全骨格を調査した。 フランスのマルセラン・ブールは1911年から1913年にかけての論文で、ネアンデルタール人類は、原生人類と類人猿との中間の特徴を持ち、曲がった歌詞と前鏡の姿勢で歩く、原始的な人類とした。ブールは、シュワルベとは異なり、ネアンデルタール人を、ホモ・サピエンスの祖先とは考えない立場を取った。また、脳は、大きいが上下にれたように低いので、 知能も低く、野蛮で重敵であるとの説も広まった。1929年から1933年には、イスラエルのカルメル山にあるナハルメアロットの洞窟群で、ネアンデルタール人類とホモサピエンスの中間的な形質のある化石人骨が次々に発見された。第二次大戦後には、ラ・シャペロー山人の化石が再検討され、類人されてきとされた特徴は、 老年性の病変もしくは先入観による誤認であることが明らかとなった214から215。1951年から調査が始まったイラクのシャニダールでは発掘されたネアンデルタール人類の第4号骨格の周辺の土をラルフ・ソレッキが調査したところ少なくとも8種類の花の花粉や花弁が含まれるとの結果が出た。ソレッキはこの結果を 遺体に喧嘩されたものであると解釈した。しかしながら、この解釈に対しては、異論も提出されており、ネアンデルタール人が仲間の遺体に花を添えて埋葬したのかどうか、はっきりとした結論は出されていない224から225。ネアンデルタール人をホモサピエンスの祖先と見る立場の場合、ネアンデルタール人からホモサピエンスへの進化は世界各地で行われたと考える。 これに対し、ウィリアム・ハウエルズは1967年の、ジョシュマン・カインド・イン・ザ・メイキングにおいて、単一起源説を主張し、ネアンデルタール人は、ホモ・サピエンスの祖先ではないとした、228。1997年には、マックス・プランク進化人類学研究所のスワンテペーボ、だが、フェルト・ホッファー洞窟で見つかった、最初のネアンデルタール人の個人骨から DNA を、 抽出し、ホモサピエンスとの関係を検討した研究を発表。ネアンデルタール人をホモサピエンスの祖先とする立場は否定された。1888年時点の最初期の復元図原性人類とネアンデルタール人の頭蓋骨の比較写真原性人類とネアンデルタール人の頭蓋骨の比較図典型的なネアンデルタール人類の骨格は、 上記のラシャペルオさんからほとんど完全な老年男性のものが発見されたほか、西アジアや東欧からも良好な化石が出土している。それらに基づくネアンデルタール人類の特徴は次のようなものである。以上のような相違点はあるものの、当面には現世人類とあまり変わらない外見をしていたと考えられている。また、思春期に達して第二次成長が現れるまでは、 ネアンデルタール人としての特徴はそれほど発言せず、特に女性の場合には、形質の特殊化が弱いと考えると、我々現世人類は、ネアンデルタール人から見て、幼児的、女性的に見えたかもしれないとも指摘されている。その他、高緯度地方は、日射が不足するため黒い肌では、ビタミン D が不足してしまうこと、および DNA の解析結果より、 ネアンデルタール人は白い肌で赤い髪だったとの説がある。ネアンデルタール人の石器彼らの文化はムステリアン文化と呼ばれ旧石器時代に属している。ネアンデルタール人の生息年代や生息地域が広大であることから本校で説明する内容は必ずしもすべての時代、地域で共通して見られる文化であることを意味しない。これまで数千もの標本が発見されてはいるが、 欧州大陸での総人口は多くても6000人ほどで地球全体でも人口が2万人を超えることはほとんどなかったと思われる。ネアンデルタール人は主にルバロワ式と呼ばれる白片を取る技術を利用して石器を製作していた。フランソワ・ボルドは石器を60種類ぐらいに分類しているが実際の用途は非常に限られていて狩猟用と動物解体用に分類できる。 左右対称になるよう加工されたハンドアックスや木の棒の先にアスファルトで接着させ方先とし狩りに使用したと考えられている石器などが発見されている。洞窟を住居としていたと考えられることが多い。洞窟からはネアンデルタール人の人骨だけでなく哺乳類の骨が多く見つかっている。遺跡で見つかる骨が死神に偏っているのは狩猟の現場で解体し、 大体部などを選択的に持ち帰ったと考えられる。海岸近くの遺跡では食用にならないほど小さな貝が見つかることもあり、これはベッドに用いられた海藻についていたのではという説がある。また遺跡からはロアトが多く見つかっており、火を積極的に利用していたと考えられているが、特定の場所を選択的に色として利用していなかった。ネアンデルタール人は、 生活の場と埋葬の場を分けるということをしていなかったようだが、遺体を屈葬の形で埋葬していた。1951年から1965年にかけて、コロンビア大学教授 R ・ソレッキーらの研究チームは、イラク北部のシャニダール洞窟の調査で、ネアンデルタール人の化石とともに、ノコギリ草やヤグルマギクなど数種類の花粉を大量に発見した。 量の多さとこれらの花が現代当治において薬草として扱われていることから、ソレッキー教授らは、ネアンデルタール人には死者を悼む心があり、副葬品として花を遺体に添えて埋葬する習慣があったとの説を唱えた。芸術や美術については確かな証拠がない。なお、摂氏が大きくすり減っていることから、歯で噛むことで動物の皮を舐めして、防寒用のコートを作るなど、 服飾文化を持っていたとの仮説もある。また、フランスの遺跡からは鹿や狼の羽織をしたペンダント状のものが発掘されている。また、小部洞窟の洞窟壁画を、その年代からネアンデルタール人の作品であるとし、最後期のネアンデルタール人は芸術活動が行われていたと考える研究者も存在する。近年、 6万5千年以上前に描かれたスペインのラパシエルが洞窟の壁画が発見され、ネアンデルタール人が芸術活動を行っていたという見方が強まっている。原生人類がヨーロッパに到達したのは約4万5千年前と見られており、この時期のスペインにはまだいなかったとされる。2018年2月22日付のサイエンスに発表された論文によれば、 スペインのラパシエガ洞窟のほか、マルトラビエソ洞窟、アルダレス洞窟で同じく6万5000年前にネアンデルタール人が描いたと思われる壁画が見つかった。また、彩色した貝殻を宝飾品として使っていたという。なお、これらの芸術は抽象的な模様のみが見つかっており、動物や人など実際の対象を描く具象芸術についてはまだ明確な証拠はない。 ただ、動物を描いた壁画のうち、まだ年代が特定されていないものがいくつかあり、それらがネアンデルタール人によって描かれた可能性はあるという。このほか、調理根のある化石が発見されたことから、ネアンデルタール人には、共食いの風習があったと考えられている。一方、反対意見として、埋葬にあたっての儀礼的な肉ぎではないかとする説もある。二0十六年十二月に、 エレーヌル・ジェヒキール国際研究チームはベルギーの五家洞窟で切断された痕跡がある人骨を発見し洞窟に居住していたネアンデルタール人が骨髄を取り出すために人骨を粉砕するなど食人行為をしていたと結論付けた前期旧石器時代のホモエレクトスが火を使っていたかどうかについては異論を唱える学者もいるしかし中期旧石器時代のネアンデルタール人が火を 使っていたことに関しては、異論が少ない。ネアンデルタール人による火の使用の跡はいくつも、見つかっている。例えばフランスのドルドーニュ県、ザビ洞窟からは、乾燥したチールを燃料に使った6万年前の炉の跡が、見つかっている。また、ブリニケル洞窟からは少なくとも4万7600年前の炉の跡が見つかっている。ただ、ネアンデルタール人が実際に火を起こす方法を、 知っていたのかどうかについては論争がある。ある説では、ネアンデルタール人は、自ら火を起こす方法は知らず、落雷や山火事など、自然の要因によって生じた火を利用していたとする。一方、ネアンデルタール人の道具には、削れた角石が含まれているという調査もあり、この角石と、鋼鉄鋼や白鉄鋼を打ち合わせて、火花を飛ばし、火を起こせたとする研究結果もある。 人類史上初めて家畜を持ったのはネアンデルタール人かもしれない。ただ根拠となっている遺物はかとも不可とも言い,いがい決め手を書くもので1983年に発表されて以来長らく物議を醸したままになっている。犬の家畜化が行われた時期と地域については様々な説が唱えられているが最も古い時期を推定するのは 分子系統学的知見に基づく学説で、紀元前9万8000年を超えた過去にまで遡りうる。この時期に活動していた知能の高い人類は、原生人類やネアンデルタール人、その他の旧人類がおり、これらの候補者のうちの誰かが家畜化を成し遂げた可能性のあることを示唆している。また、考古学的知見では、シリアのドゥアラ洞窟にある、 紀元前3万3000年前のネアンデルタール人の住居後から1974年の発掘調査で出土した狼でもジャッカルでもなく犬にしか見えない小さな犬か動物の成獣らしき個体の化学骨が人類史上最古の家畜化の証拠かもしれない異物である。普段の獣骨はイギリスの動物考古学者セバスティアン・ペインによる1974年の 発掘調査で出土したもので、1983年に分析、発表された。もっとも多くの学説はやはり原生人類の手で成し遂げられたと主張している。ネアンデルタール人の最も古い化石は、中部更信魚から発見されており、シュタインハイム人、サッコパストーレイ人、エイリングスドルフ人その退屈かが知られている。これらは時代的には、 典型的な後期ネアンデルタール人より早い時代に出現したという意味。時代が古いため、一面では原始的であり、農容量が小さく、眼下上流期が発達するなどの特徴があるが、一方で後に出現したネアンデルタール人より、ホモサピエンスに共通する特徴が多い。すなわち、頭骨は丸みを帯びて、後期のネアンデルタール人より、頭高が高く、 期の膨らみも発達し、さらに上顎骨には、検歯下が存在する。このように、早期ネアンデルタール人には、後期ネアンデルタール人よりも進化していたとさえ言える、特徴があり、大きな謎とされていた。現在では、ネアンデルタール人は、株鉱石用にホモサピエンスと分岐したとされているので、 かつて早期ネアンデルタール人の進歩的特徴と言われた部分はホモサピエンスの祖先と分かれて間もない頃の双方に共通する特徴が残っているものだと考えられている。また彼らの化石は大部分が女性のものと思われるので精査により進歩的に見えているとも、検視化と見えるのは度圧による変形に過ぎないとする説もある。1999年に ポルトガルで、そして2003年に、ルーマニアで発見された、化石の骨格が新旧人双方の特徴を備えていたことから、新旧人の根血説を主張するグループが現れ、議論を呼んでいる。これに対して、ワシントン外のアランテンプルトンらは、従来のミトコンドリア遺伝子などの単一の部分だけを調査して決定づける方式ではなく、10カ所の遺伝子を調査したところ、 根血しているとの結果を導き出している。なお、ミトコンドリア DNA は母系のみで遺伝する。ネアンデルタール人の生存は、約2万数千年前を最後に確認できないが、絶滅の原因は分かっていない。クロマニョン人との暴力的衝突によって絶滅したと、する説、獲物が競合したことによって、段階的に絶滅へ追いやられたとする説、 身体的、生理的な能力で差をつけられ、衰退していったという説、根欠を重ねたことで急速に吸収されてしまったと、する説など、様々な学説が唱えられている。旧来、約3万年前に姿を消したと考えられていた、ネアンデルタール人であるが、2005年、イベリア半島南端のジブラルタル沿岸のサファイラ洞窟内部から、 ネアンデルタール人が使っていた特徴のある石器類や火を利用していた痕跡が見つかった。この遺跡は放射性炭素による年代分析で約2万8000、約2万4000年前のものと推定された。このことから他の地域から姿を消した後も少なくともイベリア半島においてはネアンデルタール人は生き残っていたと考えられている。 これにより、ネアンデルタール人は約3万年前に絶滅したという旧説はわずかに修正されることになった。さらに、2014年8月20日、ネーチャーにネアンデルタール人の絶滅は約4万年前であったとする学説が掲載された。しかも約4万5千年前から、現在のヨーロッパで、現世人類と文化、 技術的にも共存、交流しており、根結もしていたという。この説は、旧来の諸説より古い時期に絶滅したとしているが、精度が高い分析を行ったと著者は強調している。テキサス大学アーリントン校の人類学者、ナオミ・クレック・ホー,オーンは、高ーカサス山脈や、現在のイタリアにあたる地域で約4万年前に、起きた複数の噴火が、 絶滅の要因となったと説明している。環境的要因は以前より指摘されていたが、クレック法音によれば、複数の火山の噴火が続いた上に、ヨーロッパでは過去20万年間で最悪とされるフレグレイ平野での大噴火が起きたことから、その多くがヨーロッパ大陸にいたネアンデルタール人は、食料不足に見舞われるなど、壊滅的打撃を被ったという。 一方、現世人類の多くは主にアフリカやアジアに住んでいたため、絶滅するほどの影響は免れたのだという。2010年5月7日のサイエンス誌にアフリカのネグロイドを除く現世人類の核遺伝子には絶滅したネアンデルタール人類特有の遺伝子が1から4%混入しているとの研究結果が発表された。これは、 原生人類の直径祖先がでアフリカした直後、すなわち約12万約5万年前の中東地域にすでに居住していたネアンデルタール人類と接触し、混血したこと、その後ヨーロッパやアジアなど世界中に広がった原生人類は約3万年前に絶滅したネアンデルタール人の血を数パーセント受け継いだことが明らかになった。 さらに2014年の研究では、現世人類がネアンデルタール人と中東地域で根結したのは、今から6万年くらい前のこととしている。ネアンデルタール人からの混入遺伝子は、現世人類の皮膚、爪、髪の形成など繁殖に重要でない遺伝子部分に細分化されて多く残っており、白っぽい皮膚、金髪や赤毛、青い目などといった、 いくつかのコーカソイド的特徴やインフルエンザウイルス体制などはネアンデルタール人から受け継いだ可能性が高いとしている。今月の子供は原生人類集団のみが育てたのか、すなわち絶滅してしまったネアンデルタール人に対する原生人類遺伝子の混入もあったのかどうか。これについてはネアンデルタール人集団が短期間に消滅したために あまりわかっていないが、アルタイ山脈で発見され、2014年に解析されていたネアンデルタール人女性の再分析でその DNA に、原世人類の DNA が混入していたという2016年の発表もある。また、ネアンデルタール人女性が交配して遺伝子が移入した場合は、ネアンデルタール人男性が交配した場合と違って、X 染色体が 他の染色体と大体同様の比率で移入するはずであるがそうなっていないためネアンデルタール人の男性と現世人類の女性の根血が多かったと想定されている。もっとも現代に伝わるだけ大規模な根血であるので数人規模の根血ではない。またアルタイ山脈のデニソワ洞窟遺跡で発見されたデニソワ人は ネアンデルタール人の兄弟種にあたり、現世のアジア民族、特にポリネシア人やメラネシア人には、デニソワ人遺伝子も混入しているとの研究が、2010年12月に発表されている。ただし、この洞窟では、ネアンデルタール人の骨も発見されているため、別系統の人類とネアンデルタール人の根結の可能性を指摘する声もあることに留意すべきである。 また、2018年8月22日に科学誌、ネイチャーに発表された、デニソワ洞窟で見つかった約9万年前の少女の骨の DNA 分析結果は、この少女の母はネアンデルタール人で、父はデニソワ人であるとしている。ネアンデルタール人、デニソワ人、原生人類の間のこのような遺伝子、交換現象からは、 兄弟士官の根結が通常の行為であった可能性も考えられる。それまでアフリカ人の DNA にはネアンデルタール人の遺伝子は含まれていないとされて、きたがアフリカ人の DNA にもネアンデルタール人の痕跡がわずかに残っているとする研究論文が2020年1月30日刊行の学術誌に掲載された。 発表した米プリンストン大学の研究者らは、新たな計算手法に基づき、アフリカの原生人類もネアンデルタール人の DNA をわずかに保有しているとの結論を導き出した。これで地球上のすべての地域の原生人類から。で、アフリカと呼ばれるこの移動は6から8万年前に起きたとされるが、研究を主導したプリンストン大学の ジョシア・エキー教授は、それよりもずっと以前の20万年近く前にも、アフリカを離れた現世人類がおり、欧州でネアンデルタール人と交わった後このグループがアフリカに帰ったことで、ネアンデルタール人の痕跡がアフリカ人にもたらされたのではないかとの見解を示した。ありがとうございます。